SYK と書いて斉と言います。どうも、斉チャンネルの斉です。このチャンネルでは映画の最新情報を復習考察こねた感想を中心に扱っています。今回は MCU フェイズ4のドラマワンダビジョンの第8話の初見考察と状況整理をしていきます。また過去にもワンダビジョンに関する動画を出していますので、ぜひそちらも見てみてください。それでは早速いきましょう。さて、いつもより15分拡大で配信された8話、今回はアガサの魔法の色である紫でマーベルスタジオのロゴが染まっていました。8話冒頭、アガサ・ハークネスの回想シーンから物語が始まります。1693年のセイラムという場所でアガサ・ハークネスは知識を盗み、強力な黒魔術を使ったことで仲間に拘束され、母親の信頼も失いました。しかしアガサは自身の内に潜む抑えられない力によって母親をはじめ他の魔女を倒し、どこかへと姿を消しました。今回は残念ながらアガサが使用した黒魔術や抑えられない力が何なのかは明らかになりませんでしたが、母親や仲間をミイラ化させていたため、あの瞬間に彼女らの残りの寿命を奪い取って今日まで生きながらえた可能性があります。またこの出来事が起こった1693年という時代とセイラムという場所に関しては、過去の1話の小ネタ動画で紹介しました。ワンダの家に初めて隣人アグネスが訪れ、ワンダが今日が特別な日だと言った際、アグネスは私の夫ラルフはビールの銘柄しか覚えていないと言っていました。しかしこれはあくまで字幕で、この部分を英語で聞くとジューンセカンドと言っています。つまりこの部分を詳しく訳すと、夫ラルフが記念日を覚える唯一の方法は6月2日という銘柄のビールがあった場合だとなります。このことからアグネスと夫の記念日は6月2日だということになります。1692年6月2日はアメリカのセイラム村でセイラム魔女裁判の審理が始まった日です。このセイラム魔女裁判は1693年まで続いたので、今回のアガサの出来事とリンクしています。時を現代に移し、ワンダとアガサの会話のシーン。アガサはルーン魔術を使い、ワンダの魔力を無力化します。しかしこれまで裏で糸を引いていたのはアガサだと思っていたのですが、彼女はただ単にワンダがどうやってこの世界を作ったのかという僕らと同じ疑問を抱いていただけでした。だからこそ5話で偽ピエトロを用意して、この世界をどうやって作ったのかという疑問を投げかけたのでした。その後、能力の解明をするためワンダとアガサはワンダの過去をたどることに。そこで両親との記憶の中でシットコムを見る習慣があったことが判明。これがきっかけで、これまで多くの作品のシットコムのオマージュがされていたことが分かりました。またソードのシーンでは、ワンダは遺体を無理やり奪いに来たわけではありませんでした。ヘイワードの捏造により、ワンダが無理やり遺体を盗み出し、あたかも彼女がヴィランであるかのように仕立て上げられていたことも判明。おそらくヘイワードがわざわざワンダにビジョンの解剖作業を見せたのは、ビジョン復旧の手がかりが得られるのではと考えたからだと思います。その後ワンダはウエストビューの土地を訪れます。おそらくワンダはビジョンとこの土地に移り住むことを2人で話し合っていたのでしょう。そしてあまりの悲しみによりウエストビューを自分の世界にしてしまったというのがことの始まりでした。そして驚くべきことにビジョンをゼロから作り出すことに成功。そしてヘイワードの目的はビジョンの復旧。それには大元からのエネルギーが必要だったため、わざとドローンのミサイルで攻撃し、それを回収したのでした。エンドクレジットではそのエネルギーを注入した白いビジョンが目を覚まします。1年前、ホワイトビジョンが今作に登場するのではという動画を出しましたが、まさか本当に登場するとは思いませんでした。原作でホワイトビジョンは普通のビジョンよりも機械的な性格をしているため、ヘイワードのただの操り人形になると思われます。はい、いかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんの考察もコメントで教えてください。チャンネル登録、コメント、高評価、ツイッターの方もお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。